皆さんおはようございます。おはようございます。昨日は大館長渡御ということで、非常にその素晴らしい担ぎ方と立派な読み上ができました。本日は本祭りということでございます。この参道の両脇に六丁の神輿がありますが、これは千葉県の中田院神輿製作所というところで新しくよみがえった神輿でございます。この神輿に際しましては、六町の役員をはじめ多くの皆様から協賛金をいただきましてできたものでございます。これは須賀の宝でございます。今日は恵比寿さん、今年の主の御事様ですね、恵比寿さんがニコニコとこの祭りが楽しく、そして怪我のないように、事故のないようにと見守ってくれていると思います。昨日は平塚市長も見ました。河野大臣も見ました。本当に三島神社のお祭りにいつも楽しく参加されています。本当に私としても役員としても嬉しく思っております。今日はムシムシと暑いかもしれません。須賀のお祭りはスカッとした祭りでカンカンでいるの方がいいんですが、まあ、この場合の方が担ぐ手に、いくらか楽かなと思います。今日は皆さんどうぞ楽しいお祭りにしてくださいますようご協力をお願いいたしまして、簡単でございますが挨拶に返す。ありがとうございます。平塚市議会議長深川正明殿、あの皆さんおはようございます。今日も元気にぜひ友好団体の方々、また今まで携わってきました実行委員会の皆さん、また連合の方々、ぜひ今日は安全で怪我ないように渡御ができますようよろしくお願いいたしたいと思います。まあ今日先ほど会長が言いましたように、子供の神輿6基がここに並んでおります。今まで新しいいやリフォームをした神輿ではございますが、皆さんの期待に沿えるこの神輿になったと思っております。この8基ここ宮から出ますけど、ぜひ皆さん楽しんで一日を過ごしていただければと思っております。またこういう暑い日ですから、十分水分、お酒以外の水分を十分取っていただいて、熱中症にならないように気をつけて、無事にこの輿8基が宮入りしますようよろしくお願いいたしまして、挨拶をさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いします。続きまして、たすきの受け渡しを行います。実行委員長のたすきを